アクセンチュア、アクセンチュア、アッコセンチャー PLC はアイルランドに登記上の本拠を置く総合コンサルティング会社。アクセンチュアは世界最大の経営コンサルティングファームである。様々な分野、産業に対し戦略、業務、IT、デジタル広告などのあらゆるコンサルティングを提供している。また、IBM に次ぐシステムの設計、開発、 運用等を手掛ける IT サービス企業でもある。世界的なシステムインテグレーション企業のアウトソーシング化の流れに先立ち、近年はアウトソーシングにも注力している。フォーチュングローバル500に選ばれている多国籍企業。従業員数は世界で約48万人。拠点数は世界56カ国200都市以上。シカゴとクアラルンプールにエデュケーションセンターを置き、 社員研修を世界合同で行っている。アメリカ企業であったが、バミューダに登記上の本社を移した後、2009年9月にアイルランドのダブリンに本社を移した。アイルランドの安定した法的、経済的、政治的環境及び英米 e u とのつながりの深さを理由としているが、実際は、法務上及び税務上の理由であり、事実上の本社業務は従来通りシカゴ及び、 ニューヨークの2大拠点で行われている。社内組織は、マトリックス上に、業界グループとサービスライン、技術があり、それぞれ一つずつ所属し、二つの重なった部分が、個人、コンサルタントの専門分野となる。業界グループは、公共サービス、医療健康業、製造、流通業、通信、ハイテク業、素材、エネルギー業、金融サービス業の5つからなり、 サービスラインは戦略トップ SCM CRM FPM と多々あるが社会状況によって区分は変えている企業のコンセプトはハイパフォーマンスデリバードであったこれはクライアントがハイパフォーマンス企業としてより強くなるためのお手伝いをするという意味である現在はニューアプライドな上と企業ブランドが変わりイノベーションによって 世界の人々の仕事と生活をより良くするというミッションを実現するという意味が込められている。多くの技術者を抱えており、アビームコンサルティングに続いて、日本国内2番目に SAP 認定コンサルタントの有資格者数が多い。アクセンチャーは、米国のトップ監査法人だったアーサー・アンダーセン、AA に由来を持つ。1989年に分社化されて、 アンダーセンコンサルティングとなった。この分社化により、アーサー・アンダーセンは会計監査業務を、アンダーセンコンサルティングは、コンサルティング業務を担当するという業態済み分けが行われた。分社化に際し、アーサー・アンダーセンは、コンサルティング業務を行わないこと、アンダーセンコンサルティングは、アーサー・アンダーセンに対し毎年一定金額を、関係協力維持費とし支払うことで合意したが、 分社後しばらくして、アーサー・アンダーセンが合意を破って、コンサルティング事業を行う、アーサー・アンダーセンビジネス・コンサルティングを設立。これが、きっかけとなって、両者の関係が悪化した。アンダーセン・コンサルティングは、収益高では1995年に、従業員数では1997年に、母体のアーサー・アンダーセンを上回っており、 アーサー・アンダーセンとの関係を維持するメリットを出せなくなったアンダーセン・コンサルティングは1997年国際商工会議所に調停を申し立て2000年8月アンダーセン・コンサルティングの完全独立という実質勝利で幕を閉じたこの調停によりアーサー・アンダーセンがアンダーセン・コンサルティングに要求していた1.2億ドル約150億円の支払い 関係協力維持費を呼び、技術情報開示の却下が認められ、その一方で、アンダーセンコンサルティングは、アンダーセンの看板、ブランドを2000年12月31日をもって、手放すことが決定した。これにより、両者の関係が生産され、異語別会社として歩むことになった。アンダーセンコンサルティングは、社内公募で新社名を募集、最終的に、アクセントと、 フューチャー、アクセントオンフューチャーの造語であるアッコセンチャーを選定した。社名変更は2001年1月1日に行われ、アンダーセンコンサルティングの社名は20世紀とともに消滅した。2001年10月17日、ウォールストリートジャーナルが、園論社の不正会計疑惑を報じ、園論社のメイン会計監査を担当していたアーシャー・アンダーセンが、 会計粉飾やその証拠隠蔽関与していたことが発覚した。この事件でアーサー・アンダーセンの信用は失墜し、他の顧客も次々と離れ、アメリカ号大監査法人の一つと言われた名門のアーサー・アンダーセンは200年に解散へと追い込まれた。この当時、アクセンチュアは新社名が定着しつつあり、エンロン事件と関係のなかったアクセンチュアがアーサー・アンダーセンに巻き込まれて、 企業イメージ低下を招かずに済んだこと、結果論ではあるが、アンダーセンブランドと決別して正解だったと言える。アクセンチャー株式会社、アッコセンチャー、ジャパンリミテッドは、東京都港区の経営コンサルティング、業務、IT コンサルティング、アウトソーシングを主要業務とした多様なサービス提供を行っている企業。 2011年1月の稼働を見込んで2006年から開始されていた特許庁の機関系システム開発プロジェクトが同システムの完成が見込めなくなったとして2012年1月に中止された。これを受けてプロジェクト管理支援を担当していたアクセンチュアは同プロジェクトにて開発を担当していた東芝ソリューションと共に2013年に約56億円を特許庁に返納した。 同プロジェクトの検証委員会は、特許庁自らの人員及び専門的知識の不足を補うために契約した、プロジェクト管理支援業者としてのアクセンチュアは、残限解消なども含め本プロジェクトにおいて、顕在化したリスクに対する作業方法、工程や進捗管理に関して、具体的かつ有効に機能する処方箋を示すに、至らなかったと言わざるを得ないと結論している。 出入国管理業務の業務、システム開発、入国審査時に指紋を採取し、データベースと称号する仕組みの開発を受注しているが、この際10万円に満たない金額で大規模な開発を受注した身が明るみにで、国会や一部のマスコミからも批判を受けた。実際には入国管理局へのコンサルティングとゲートシステムの実験を発注前に行う際、すでに1億円近い金額で、 競争入札を通さず、これを受注しており、事実上、システム開発委託に関する一般、競争入札逃れ、自己指名だったのではないかと指摘されている。なお、アクセンチュアが提供した JBIS システムは、先にアメリカ合衆国が導入した US ビジットシステム入国審査時の指紋採取、称号システムのクローンであり、2007年11月20日から、 運用を開始した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。